実験。はい。実験。東北支店のアキさんのプチコマースのアキさんがちょっとウサギをチョキチョキしてたので、うん、ちょっとうちもやったことないのでやってみたいと思います。どっからでも出るっていうな。葉っぱ切ってもそこから出るっていうその不思議な、今までやったことなかったけどな。増やしてない。もう出ることはね、東北支店がやって出てたけんね。出てた。それはもう分かってるけど、実際やってみらんとな。そう、ちょっと変なことやってみようかな。いいよ。いい？はい。普通な、ここ葉っぱと、あ、葉っぱが上手に取れんかった。いいんじゃろ。それでもいいんじゃろ。いいの？なんでもいいんじゃろ。なんでも？おう。やってみよう。すごい。さらししたことないもん。もういい。自然に落ちてるのか出てるのしか見たことない。そう。カットやってみましょう、やってみましょう。ラビット。ラビット。これ何かわからんよ。何とじ？何とじ？見ろ。そう。何とじ？どうぞ。これは出るから皆さんもやってみてください。このモケモケのウサギね、ウサギ。なんか初の。いや、なんでもないで。いけで、これクマも出るの。え、クマも出るの。クマも出るんじゃねえ。いや、知らないけど。クマ。分からん。やったことないもんね。ちょっとやってみよう。俺のじゃねえんか。違うよ。ちょっと後で葉っぱ取ってくるけ。うっそ。ちょっとなんか全部こうほじ取ってしまったなんかちょっとかわいそうやけ。そんなに切るの。まあいいけど。だめ？いや、いいけど。ちょっとこれはこれでちょっと。いや、いいけど、それ刺しとこいいや。刺しとこうかな。うさぎよ、うさぎ。実験。あ、もう出てるよ。いや、でも今日切って出てくるっていうのがな。どこでも切って。意味がわからんけん。出てくるらしいよ。まあいいよ。はい。まあ、ノーマルから。ノーマル。じゃあ2個。2個な。こう、切り口からも出てくるっていうな。2個、半分。やって3個。そういうちっちゃいのはあんまり。なんかかわいそうやな。ほら、アロエみたい。大丈夫？大丈夫だからやって。3個。何で？知らねえんで。え？知らんの？1、2、3コンさん。知らん。へえ。わかぶってる。わかぶってる。そういう、もうズームイン知らんのかもしれん。知らんわ。まあいいってそういうこと言わんの。どうしようかな。どんくらいで出るんやろ。もうごろ。アキさんもやってて。アキさんの見てみてください。東北支店。プチコマース。プチ、プチ。いいよ。ここからでね。そしたら。なんか。ちょっとこう切ってみようかな。それはダメな気がするな。で、こう。こう。料理や、料理。こことここから出てくるかもよ。いや、わかんない。やってみてるだけ。こうやったの覚えとけよ。覚えとくよ。もう忘れて、次がない動画が多々あるよね、気がしてから。もうわかんないけどね。あ、ほら、もうこっから出てるやん。ほら。ね、こうしたら見える。こう、ここ映らない。ここ出てきてる。イエーイ、レッツゴー。ほら、こんな状態。いいよ、匂わんでいいよ。匂わんじからなんだよ。匂ってみて。草や。草、ほんと草。アロエみたい。お腹すいた。うまいです。
撮ってるけど、それ言われる？いやー、今日は涼しい、34度、うん、ね、湿度 70%、うん、ね、これどういう置き方がいいとかあるんやろか、うん、いいよ、いろいろやって。あ、じゃあこれはこれでこうしちゃってみようか。うん、なん、うん、そうやもん、そうやもん、これで、そうやもん、もうちょっと切ろう。どうなってるかわからんな。ここら辺やな。もう出ることは分かっちゃうからな、うん、どんな感じで出るかな、うん、V 攻撃し、 V 攻撃したよ。なに？あ、それカルスする時やったな。 V 攻撃、カルスの時、そうそう、V 攻撃、これで、培養した時、うん、これでやった。培養、培養した時、うん、学はないけど培養はする。なあ、え、どれ、これ培養の、うん、そうそうそう、 V 攻撃、 V 攻撃、覚えてるかな。よし、これまた結果をな、うん、出していこうな、やってみよう。ほいでもう、あのほら、この前の、この前のって、あの七福神の葉っぱ、葉差しのな、うん、これもう、刺していこう。アップルパイな。あ、アップルパイ、アップルパイ。私苦手ない。何？私苦手ないやこれ、うん。普通あの根っこ出てからしようって言ってるけど、うん、こうもう置いちゃうけん。もう置いちゃう人がほとんどやろうけどな。な。でもここ風通しがいいけん、ここに置くのやめよう。え？ここに。あ、そういうこと？うん。あ、で時間がかかるけんな。うん。日陰に置いとこう。そういうことな。でんでん、早いな、うん、え、アップルパイ。いやだってこんなもんお前早くせな、見てる人がつまんないじゃん。普通ならこう気使って葉っぱ取ってくれるとかな。あのそういうことはないんやな、ここは。そうよな、こう大きさは同じぐらいの置いておけばいいかなと。いや、いいんだよ。アップルパイ。な。気が利かない。うん、気が利かないな。ほんと。アップルパイ。どんくらい出るかな？え？どんくらいで出るかな？今やったら、だ、出るなら、この七福神の葉差しがな、完全に出るものやったらな。水かけた方がいいんかな、水分なくなっちゃうやん。そうそう、なんか言ってる人いたもんな、うん、インドネシアの方は泥の中にこれを突き刺してからとか言うたな。だってアフターグロウは話もダメじゃん、うん、なくなっちゃうやん、もう、うん、だけどな、それがわからん。ちょっと水かけてみようか。え、水かけてみようか、うん、まあ、まあ普通でいいんじゃね、水分なくなりそうやって普通で。ほんと？うん、だって本当に出たら面白いや、うん、なんで笑うの？もう入んないな、ブン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 、どうなっちゃう、これまた、これあとで専務が練習、はい、アップルパイの、うん、オッケー、はい、あ、葉差し、七福神の葉差しな、はい、試し、うさぎ出るか、実験、うさぎのカット、うさぎカット、スーパーカット、ね、スーパーカット、うん、そうそうそう、オッケー、どんぐらいでかな。それこれ出たらね、動画やりましょう、うん、ね、忘れんように、オッケー、忘れんように、そう、忘れんなよ、忘れんように、はい、そういうことで、うん、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はいはいはい、あと30秒かな。え、あと30秒、まだ続いてんの、うん、な、意味がわかんない。いや、いいじゃん、切って切って。